皆さんも誰しも経験あると思うんですけど、あの、処方箋をもらって、その、病院でね、あの、薬を取りに行くじゃないですか。薬局で取りに行くっていうか、まあ、買うみたいな。2回お金払いますよね。で、処方箋を入って渡して、そこからあの、薬を買うまで、あの、薬剤師が用意するまで結構待たされる時ってあるじゃないですか。それを、まあ、カットできる裏技なんですけど、まあ、超簡単です。まあ、アプリを使えば、すぐに予約できる。 とかあるみたいなんだけど、アプリさえも使わずにできる裏技があるんですよ。もう超簡単です。あの、処方箋渡すじゃないですか。処方箋は行ったらすぐほ、ほぼその場で受け取ってくれますよね。で、その時に、あの、今日時間ないんで、あの、送ってくださいって言えばいいんですよ。あの、配達してくださいって言えば、向こうは、あ、そうなんですか、わかりましたって送ってくれます。 僕は基本その急いでる時とか、なんか混んでる時とかは、その方法を使って、処方箋を出したと同時に、あの、すいません急いでるんで送ってくださいって言って、あ、わかりました。で、もう、帰っちゃいますね。で、なんでそれをやるようになったかっていうと、過去にその、処方箋のその薬局が薬を用意できなかった時があったんですよね。あの、足りなかった時があったりとか、今これを切らしてるんですっていう時があって、それがだからその、 たくさんある薬のうちの一部で、その時に、じゃああの郵送で送りますっていうふうになるんですよ。そういう場合はね、入り次第。で、それを僕は知ってたから、ならこれ、最初からこれ全部送ってもらえばいいじゃんと思って <laughs>、そういうふうにあの、言うようにしたんですよそ。そしたら受け入れてくれて、あの、待たせるだって、薬局の方が悪いじゃんって話やん。だからもう全部送ってくださいよって言ったら、あの、どの薬局でもそれは OK してくれますね。 結構これ裏技で知られてないんですけどね。ちなみに送料は無効持ちですね。で、僕はこれをよく使ってます。だからその薬が足りなかった時に、あの、入荷しないその足りない分を送りますからっていうやりとりがあって、それがタダだったから、なら最初から全部送ってもらえばいいじゃんっていう発想になって、それをやって、意外と知ってる人に少ないと思うんですけど、うん、それを言えばあの、だるいその、ね、待ち時間と、あとまあ僕は結構体が弱いんでたくさん薬飲んでるから、 大変なんだよね。すごい荷物になるから。だから、それがリュックパンパンとかになるから、嫌だから、あの、そういう風に言って、これ伊藤家の食卓でもね、あの、教えてくれないような、あの、裏技です。皆さんもぜひお試しください。ではどうもありがとうございました。うん